はい、ですね、ここはどこかというと、東京大学の本郷の、あの、ね、有名な赤門なんですけど、それの前なんですけども、で、今、夜のっていうか午前2時、まあ朝ですね、朝の2時です。はい。で、ちょっとなんでこんな朝っぱらから、ちょっと赤門の前で待機してるかっていうと、ちょっと東大実践が、寸大のね、ホームページでネットで、告知されるんですけど、それが2時に、夜の2時ぴったりに、来るんですよ。はい。一応綺麗ですね。それが来るんで、ちょっと、でもそこにパソコン用意しちゃって、ちょっとここで見ようと思ったんで、なんかもう最後の、ちょっと、冠模試なんで、冠模試っていうか東大模試なんで、ちょっとやっぱり、まあやっぱりね、こいつの目の前で、ちょっと見ときたいなと思ったんで、てかこいつに、俺の結果見せつけたいなと思ったんで、来ました。というわけでね、早速ちょっと見ていきます。はい。ではい、ね、ちょっとパソコンをちょっと用意しといたんで、ちょっとこれでね、第2回のね、やつをね、見ていこうと思います。はい。ちょ、開きますね、ちょっと。まず、個人成績表。いや、もう、個人成績表いっちゃいますわ。もう、それで、A 判定だったら、もう、それで、もう動画終了する。A 判定、いや、でも、ちょっと恥ずかしいな。ちょっとやっぱり、はい、ちょっと、とりあえず判定見ますね。で、先に僕が見ます。なんか名前とか、その受験番号とか載ってたら、逆探知される、逆探知っていうか特定されちゃうんで、ちょっと、それはちょっとやばいんですよ。はい。で、あとちょっとね、もう外がちょっと寒すぎて、やばいんで、多分今ね、なんかさっき温度計見たんだけど、なんか、4度とかだったかな ?4 度か6度かどっちか忘れたけど、それだったんですよ、温度が。やばいんで、ちょっと。ね、はい。もう早めに切り上げたいと思うんで、はい、ちょっと頑張ります。ちょ、今、開いてます。あー、やばいやばいやばい。ちょ、待って、これダウンロード形式だから、ちょっと。ほら、これ。ダウンロード形式だから、ちょっと時間かかるわ。どうしよう。あ、ちょっと、一旦飛ばしますね、じゃあ。あ、やばいやばい、開いた開いた。え、開いたっていうか、もう、ダウンロードできた。やばい。開きます。せーの。せーの、何これ。偏差値がなんと、64.7 で、209点で、A 判定です。A 判定です。ちょっと、やばいんで、ちょっと、あれですね、ちょっと、アップしますね。アップだけして、ちょっと、名前が映んないようにしますね。やば、A 判だわ。ちょっとね、国語がえぐいんですけど、国語が32点とか取っててえぐいんですけど、はい。こんな感じです。ちょっと見せますね。どうすか、これ。東大もね、ビビってますよ。うん。いや、やばいわ、ちょっとこれ。A 判だわ。マジで。これ、どうこれ。やばくね ?A 判だよ。ね、秋で実践 A 判定出たのは、一論の時かな。一論の時が A 判定で、二論の時がね、なんか、問題のちょっと読み間違いで、なんか4点差ぐらいで残しちゃったんだけど、B で、で、今回 A じゃん。だからね、実践はもう、一論からもう、ほとんどもう、実質 B みたいな感じなんだよね。だから、うん、まあ、A 判、取れてるんじゃないかと思ってたけど、やっぱ取れてましたね。あ、よかった、本当に。で、あとね、今日、今12月の10日でね、今日はマレオキ回線なんだけど、マレオキ回線って言っても多分わかんないから。でね、その12月9日その1個前の年の12月9日、まあ、で、今夜撮ってんだけど、まあ12月9日の昼今12月9日の夜の午前2時だから。で、今日の昼に発表があったんよ。東大の法学部の、なんか、ロースクールの受験結果みたいな。で、それでなんか、落ちたとか受かったとか、そういうツイートがめっちゃ流れてたんで。で、まあね。まあ、2ヶ月後 ?3 ヶ月後か。3ヶ月後は、その、僕がさ、受かったって言う番じゃん。だからまあ、そういう感じでね、東大法学部受かったっていうふうに言えるように、頑張ってね、これからもちょっと、まあ、あれですね、もうちょっとね、まあ、頑張っていきたいと思ってるんで、まあ、皆さんね、よかったら、応援のつもりだと思って、応援だと思っても、チャンネル登録と高評価ね。まあ、バシッと押して。もう全部の動画再生して、
あのね、動画の収益化、よろしくお願いします。ということでね、赤門前から以上になります。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。